明けおめですね明けましておめでとうございます。ありがとう、来てくれて。どう？今日美容院に行ってきましたよ。今行きたて何か異変を感じ取っています。うん、あっち向いてあっち向いてい嫌みたいです。別に出たいわけではない模様です私がずっとこうやって準備しててそれを見届けてくれてました、ガッチャ。そう、あ、なんかもともとレイヤーが結構がっつり入ってて、だけど私今リティっていう表参道の美容室行ってて、今日も飛田さんにやってもらったんですが、なんかちょっとずつそのレイヤーをなくしていくというか、なんかA ラインっぽくする、あ、なんだこれ、ありがとう風にしていっているこんばんは。何これ、すごいね、ありがとう。今日も髪色はお任せで、前髪はパッツンにしてもらいました、伸びてたから。え、でね、前回のショールームかなで、こうリティの飛田さんにやってもらってますって言って、でも飛田さんマジで予約取れなくてだけどそしたら今日その私のショールームを見て予約した子が来てたんだってすごくない？すごいよね。会ってはないんですけど、ちょっと会いたかったなって思うぐらい私のファンの子が今日言ってたみたいで、すれ違ったわ、すれ違い、どの子だったんだろう気になっている。サラサラです、それ私？本当に？水っ子ちゃん本当？嬉しい。なんかひとみちゃんとお揃いにしてくださいって言ったんだって、かわいい今日はこんな感じ、なんかグレーを入れてくれたみたいです。サラサラ、かわいい、嬉しいリティのトリートメントマジやばい、神。めっちゃいい。明けましておめでとうございます。ひとみちゃんとおそろにするには分かんない、なんだろう、なんだろう、え、でもちょっと暗くなったから落ちる想定でいるので、茶髪。そうです、指原さんも言っているところ、マジで飛田さん天才。
ね、前髪綺麗だよね。うまっ、ジンジャーエール飲んでるジンジャーエール大好き。今日は前回クリスマスに配信した以来やってないので、こう年末年始のお話を したいなって思っています。はい、え、ちょっと待って、スパイファミリー私何で言ったんだっけ。あれスパイファミリーの話、あれだ、お話し会終わり30分ぐらいだけやったショールームの時のスパイファミリーの話したっけ。ねえ、スパイファミリー今ネットフリックスでシーズン1を見てるやばっ、スパイファミリー、そうだみんなと話した。スパイファミリー見てて、今何話だろう、何話なんだろうか。なんかやっとシーズン1がもうすぐ終わりそうです。映画見に行こうかなって思ってて、だけどなんか今アニメで楽しいからシーズン1笑わないで、やっと追いついてるから、今から私のスパイファミリー人生始まるから笑わないで、本当に遅えなって思ってるでしょそうだ話したね。あとあれ見に行きました、あの花が咲く丘でまた君とまた出会えたら、見ました。もう泣きすぎてよく分かんなくなっちゃったぐらい泣いたんですけど、ずっと見に行きたかったから見に行ってよかったって思った。本当にハンカチ持ってたからまあよかったけど、まあ、ティッシュも持っていけばよかったかなって思ったおすすめです。はい、泣きたい子におすすめ、すごく感動しましたって感じで、もう年末の話からさせて。桃色歌合戦ありがとうございました私たちは桃色歌合戦はセンステなんていうの、あれ真ん中の本ステージじゃなくて真ん中のステージだったんですけど、トリガーでこう360度皆様に囲まれながらトリガーを披露させていただき、ちょっと緊張しました。なんかやっぱりいろんなグループのファンの方がいたのでちょっと緊張したんですが、久しぶりにトリガーをねフルでこうここから始められたので楽しかった。配信見たよ、ありがとう。めちゃめちゃいっぱいいろんな人がいて、そう裏も緊張しちゃった。ありがとう。そう、イコノイで、そう私たちの後がノイミーちゃんだったね。天使はどこへだったね。楽しかったですよ。そう、トリガー締め、なんか大部屋だったの楽屋が。そう、あ、もうノイミーちゃんとかじゃなくて、あの桃色歌合戦に出たアイドルちゃんたち全員一緒の部屋だったねなんかティフみたいな感じ。そう、まあティフも私たちこう個室というかイコールラブのお部屋っていう風にさせていただいてるので、こうアイドルちゃんと一緒の楽屋になることがマジでなかったんですけど、全員いました。ドッキドキ緊張
ちゃった。うん、ノイミーちゃんと話したよ。もちナナカと会えたし、なんかいつだっけ、去年のちょっと終わりぐらいにナナカとキラリとお泊まり会みたいなのを したのね。でその時にナナカ髪伸びたねって話しててなんか私はまだその時知らなかったんですよ、そのアンチコンフィチュールというもの知らなくて、次はどんな感じなのみたいな模索しててそれでちょっと個人的に少しだけまたショートになってほしいなって思ってたから、でこの間桃色で会った時に七香が話しかけてくれてて、でそしたら高尾ちゃん切ったよって来てくれて、切ったねって話したあ切ってるって思った。結構あらそうって、そうよねアンチコンフィチュール見た時点であ髪切ったなと思ってたんだけど、そう生で切ったナナカがこう来てくれて、あ切ったねって話したよそれだけ、ただただそれだけ。あとはイコラブの椅子にさやちゃんが座ってて可愛すぎて、さやちゃんとも話しましたね、イコラブみんなで、みんなでというか何人かとさやちゃんで、面白かったな。なんかイコノイって一瞬一緒になるだけでコントが始まるんですよね、モノマネ大会みたいな、面白い、最高、楽しい。他のアイドルさんとはマジで一言も話してないです。なんかあん皆さん一緒だったんですけど、本当にアイドルメドレーとかあったじゃん、でも忙しすぎてなんかもう誰もいないみたいな誰もいないけど、こう本番前とかは皆さんいて、でもまあ本番前っていうのはね時間がないものなので、はい、でも存在だけで緊張してた、勝手に後ろにこっち側がフルーツジッパーさんで、あとはスターダストのアイドルの皆様がもうバーっている感じでした。幸せ、楽しかった、すごい空間だよね。そう、ご飯ケータリングがいつも燃える歌合戦は本当にすごくて、今年もでもなんか着替えてからみたいなねマネージャーさんに言われてて、でもすごい着替え場がちっちゃかったので、着替えてから食べること、食べてから着替えること別れようってなって、で分かったじゃあ着替えるって先に着替えたんですね私は。で先に着替えた子が先に着替えて一緒にご飯に行ったのが花ちゃんとリサと私で行ったんだけど、これさ時間なくねってなって、そうもうケータリングの場所で食べた3人でめちゃめちゃスタッフさんが食べるところなの多分そこって。うん、演者はいなくって、でもマジで時間ないけど本気で食べたい、本気で食べたかったの、もう本当に全種類食べたかったの私は絶対に。だからこれは普通楽屋に持って帰って食べるんだけど、こうスタッフさんに紛れてここで食べようって3人でケータリングの場所で急いで食べたいっぱい食べた。そこで年越しそば食べてあとめっちゃ美味しかったのなんだっけ、ソルランタン
た。ソルロンタン、ソルロンタンスープが美味しくて感動しちゃったと、あと豆乳鍋と、あとカレーを、あともつを食べた。全部食べた3人で10分ぐらいで食べきりました。美味しかった。あのね、まいちゅんさんに会ったんですよ。じゃ、まいちゅんさんは絶対に覚えてないと思うんだけど、去年桃色歌合戦でまいちゅんさんがこう MC、 裏配信の MC として出てたから、こう握手させていただきたくて握手したっていう企画ではない、なんかそういうのがあったんですけど、今年まいちゅんさん演者でステージに出てて、ハート型ウイルスアーリンさんと、あとひーちゃんと出てたじゃないですか。でまいちゅんさんがそのハート型ウイルス終わってこう楽屋に戻ってる時に出会って、まいちゅんさん可愛かったですって急にイコールの高橋ひとみと申します、あの去年握手していただいて覚えてないと思うんですけど、あのさっきの本当に可愛かったですみたいな、一人でアタックしました。まいちゅんさんも困ってたし、私が誰だか分かってなかったと思うし、その去年の握手なんて言われても分かんないと思うし、そう、でもとにかくまいちゅんさんがいて可愛かったことを伝えたかったから一人で勝手にマシンガントークしたそう、伝えられました。そう、なんか私って積極的だなって思った推しには推しには積極的だなって思った。マジで可愛かったよね。なんかアーカイブあるじゃないですか、桃色歌合戦の。今もあるのかな、わかんないけど、アーカイブでいっぱい見ちゃった。神だったよね、可愛かった。でもすぐカウントダウン TV の、 会場に移動しちゃいましたので、ほんと滞在時間1時間ぐらいですかね。はい、そうで年越ししたって感じだったのねえ、そう、この話も聞いてほしいです。MBTI をマジでめっちゃ久しぶりにやったんよ。なんか MBTI 変わってそうだなって思ってやったのねそしたら大事件が起きちゃって私もともと ESFJ だっけ、領事館だったんですね。そしたらなんとびっくり ISFJ になったの私愛になったんだやばくない。だから ISFJ だから、そのラストの3つは変わってなくて、E が I になった。嘘つけ言うな、嘘つけって言わないで、本当に I になったの。あのね、スクショも撮ってある。ねえ、なんで嘘しか言わないの。本当に ISFJ になったの。だからもう私領事館じゃないんだねえ、本当なんでなん、なんでなん、マジでなんでなの、マジで。ちゃんと診断したの。だから ESFJ から ISFJ になったの本当なのめっ
ちゃめっちゃ意識はっきりしてる時にやった。こうなんか寝ぼけとか眠いとかの時にやってない。もうめちゃめちゃ日中にやった元気の時にやった。なんかそれもめっちゃ元気とか元気じゃないとかは関係ないんでしょ。なんか一人でいる方が好きかみんなといる方が好きかみたいな、なんか大雑把に言うとなんかそういう感じでしょ多分。なんか陽キャと陰キャみたいなことじゃなく、こうどう過ごす、何人で過ごすとか、なんかそういう気持ちでしょ悩みないよ悩みない愛なの。ああいう、だからこれからはごめんみんな、私 MBTI 変わったからそこんとこよろしくねISFJ って覚えといてください。 ISFJ はその領事館的な言い方、なんて言うんだろういや信じてよ、なんで意味わかんないんだけど、擁護者、擁護者です、私擁護者です逆に今まで無理してたやめろ本当に、なんで心配されなきゃいけないの、なんで誰も。でもねこれ指原さんにも言ったんだけど、私愛になったんですって言ったら嘘つけって言われた。なんで、なんで嘘つくわけない、なんで嘘つかなきゃいけないの、嘘つくわけないじゃん、嘘つく必要がない。だから覚えていてね。そう、まあ私もどっからどう見ても自分いいだなって思ってたんだけど、今のこうひとみちゃんの中身的には愛っぽいよ愛っぽいそう、擁護者、なんか友達とも話してて、なんかその友達もいいなんだけど、なんかわかるの、あーこういう子がいいねみたいな、こういう子がいいねみたいな、もう大体わかる。私は確かにみんなびっくりすると思うけど本当に嘘つく必要なさすぎるので、愛って出たんですね ISFJ。 だからこれからよろしく。擁護者って一番優しい MBTI だよ、だって一番優しいの、どう、何、どういう風に優しいんだろうか、同じだったのにごめん。でもなんかさ、パーセンテージ出るじゃん、パーセンテージ的にはなんかすごい 10% と 90% みたいな、こうめっちゃ極端ではなく、ハーフ&ハーフっていうか50-50 50-50 まではいかないけど、なんか極端ではなかった、愛といい。そう、半々、半々だとしても、でも愛の方が強かったってこと。だからその指原さんと撮った時はいおりも実は愛なのに前列にいたじゃん。で私その時に指原さんに、私愛なので後ろに行きますって言ったら、指原さんだけじゃなくてメンバーみんなにお前は前だみたいな感じでだから愛なんだってばみたいなので、なんか結局推しに押されて前列になったのよ。なんで誰も信じてくれないのみたいな、愛って言ってるじゃん もういいよ、いいよ、全然いいよ。そう、愛、愛なの今。また半年後ぐらいにやってみるね。まあ ESFJ が ISFJ なので、その SFJ は変わらないと思うんだけど、
そう、いいか愛かが重要なんでしょ。またやってみるね、いつか。誰も信じてくれね。じゃあそうだね、今度みんなの前でやるね。そんな話があって人もゴミが苦手なのはいいなの。そんな感じで、そう、あの TikTok も楽しかったんですよね。でカウントダウン TV の出番がさ、すごい、あの2時とかだったんですけど、みんな起きてられたのかな。本当に寝ちゃうよね。まあ2時台26時台っていうのは出てたから、まだ2時始まってすぐの出番でよかったなって思ってたんですけど、起きてた、ありがとう、リアタイした、寝落ちした。起きてた、ありがとね。そう、私ジョイちゃん生で見たんだよね。超起きてたあの日、1月1日、余裕だった。そう、のいちゃんが録画で見た、見れなくて、いろいろしてて見れなくて、ジョイちゃんは生で見た。ありがとう、見てくれて。もうすごく目まぐるしく進んだ大晦日からの年越しライブでしたね。本当にびっくらぽん、すごかった。あ、中吉だ、ありがとう。そう、みんなでジャンプした、今回は。そうなんです、だからみんな収録だと思ってたでしょ。そうだけど、ほんとギリギリに生出演させていただけることになって、こう、あのえとちゃんさんとかねちーさんと、あのトークコーナーとかも歌の前生出演だったので、させていただけて、でラストノート披露して、もうありがたかった。全然眠くなかったんだよね、本当に。もう桃色歌合戦からこうやって移動して、ずっと起きてずっと喋ったから、でジュイちゃんの生放送まで全然見て、しばらくして寝たから、全然眠くなかった。眠そうなメンバー、わかんない、みんな押し殺してたのかな。なんかめっちゃ眠そうみたいな子いなかった。みんな元気だった。えっ、やめて、今日なんだけど、おみくじやめて。ありがとう、ありがとうという気持ちは持っている、でも今日出たらやだからやめて。私初詣行ったんだけど、なんか嫌なの出たら嫌だからおみくじしなかったの。だからやめて。でもありがとう。あ、やばい、やめてって言ってるよね。やめてって言ってるよね。中吉ありがとう、みんな投げてくれてありがとう。でもありがとう、気持ちいただいとく。
嫌なの、そう嫌なの、なんか嫌なやつ嫌なの嫌なやつ嫌だからおみくじ引いてないのよ、引かなかった。おみくじ悪い方がいいことあるの？そっか、まあ上がるだけだもんね。あ、そう、ゲッターズさんの占い3位だったっていうかさ、聞いてよ、私去年のイコラフのお正月会で私といおりとはなちゃんがゲッターズさんにあの占ってもらったんだけど、今年全部占ってちゃんと放送してくださってありがとうございますという気持ちなんですけど、去年ちょうどここにある本をもらって、これ私は銀のインディアン座でこれをもらったんですよ去年で、これが大事なの、結構これに従って、私結構スピリチュアル女なのでこれに従って生きてて結構いいことあったから、今年もこれ買おうって思って、結構前に自分で買ってたんですよね、すでに。そうこれだ、これこれ今年バージョン、今年バージョンを自分で買ってたら、なんとゲッターズさんがくださって、今家にこれが2冊あるんですけど、誰か銀のインディアン座の人いませんか、あげるよまさかゲッターズさんにいただけると思ってなくて、なので今これ2個あって1個余ってるんですけど、銀のインディアン座の人あげます。誰誰、サインもねしてくださって、だからこっちのサインが入ってる方を今年は私のものにして、こっちこっちは銀のインディアン座の人、銀のインディアン座はどうやって調べるんだろう、なんか調べてみて自分、なんかね多分6種類ぐらいあるよね。そうで見て、じゃん、銀のインディアン座はモテすぎて困ってしまう年って書いてありますやったね銀のインディアン座こんなことある、占いの本でモテすぎて困ってしまう年なんだって、今年いろんな人にモテちゃうわ。銀の時計座とか、イル、なんだっけ、イルカ、金、なんだっけ、あるよね、羅針盤金のカメレオン、銀のインディアンです、私はいないのあ、金のカメレオン多いね、てか金の人多くない、銀の人あんまいない。宝座、金のイルカ、銀の時計座、銀のカメレオン、あれ銀のインディアンいないですね今のところ、銀のインディアンの人なんかゲッターズさんのネットのサイトで調べられる気がする、なんだっけ、ここでもこの本で調べられるんだよね確か。1個余ってます、1個余ってますえ、なになに、生まれ年が偶数なら金で奇数なら銀なんだ、あ、奇数だ、なるほど、え、銀のインディアンいたあげるあげる1個余ってんのあげるいました、さあちゃんあげるもちろん無料で、もちろん無料でプレゼントします。こっちは私が自腹で買った方なので、はい、あげますでもね、この本にはポイントがあって、どういう風にしたら
こう運気が良くなるというか流れが良くなるかっていうと、この例えばなんですけど、こう毎月の毎日の今日はこういう日こういう日っていうのがあるんですけど、そこに三角とかイコールとか四角とかが書いてあるんですが、この星の日がすごく良くて、あと二重丸の日もいいですそう、これはゲッターズさんから直接お聞き、去年お聞きして、それで私がその星とか二重丸の日に、よし今日は星の日だからこれをやってみようとか、今日は二重丸の日だからこれ買っちゃおうかなみたいなんで過ごしたら、あれもなんだか良い年だったわえ、なんかさ、なんか勧誘みたいになってない？大丈夫？ほんとおすすめなの、このゲッターズさんの本が。ほんとこれに従って生きてるだけで良い方向に進んでいくのねえやばい、え怖い？大丈夫？怖いかな？怖い？怪しい？怖い？怖い？怪しい？ごめんねだから今年も買ってあったのだけど、ゲッターズさんのサイン入りを使ってます毎日そう、なんか本当にね、もうめちゃめちゃいろんなことが書いてあって、やばいよこの本、もうなんかすごいの本当に本当にすごくて、私はなんかこういうので少し希望なんて言うんだろう、この本でなんて言うんですか、安心して生きれるんですちょっとお守りなの。そうだから、いろんな人がいると思うんだけど、だからもし占いとか好きな子がいたらこの本おすすめです全然占いに興味ない、そういうの信じてないって人はまあダメですね、この本は。でもおすすめそう、あそう、だからこの日、今日はいい日だから船券買ってみようみたいなのが去年あったんですけど、当たりません。はい、ボートレースとは何一つ関係がありませんはい、大好きなの私占いが、本当になんか当たる当たらないとかじゃなくて、そう楽しくないごめんなさい、怖い、怖かった怖かったそうよ、ボートレースはね自分の力だから、ダメ、占いとは関係ない。ね、そう、クイーンズクライマックスがあったんですよ、女性の大きい大会が12月31日にあったんですけど、31忙しすぎて忘れてた、買うの忘れてたの、だから買ってない、クイーンズクライマックス。え、ま、買ってたとしても外れてたから残念なんか悲しかった、ただただ悲しかったまあでも基本ボートレースはめっちゃ買うわけではないので、プライベートでは。そう、
金減らなくてよかったかも。来年はイコラブボートレース部でまた勝てるように、来年じゃない、もう今年になりましたね、頑張りたいと思います。何時までやろうか、今日は2時間ぐらいやろうかな、だからまあでも10時ぐらいから読み始めようかな。え、もうすぐ1時間経つんだけど、怖っ。全然話し終わってないよ、まだまだ。あとラフォーレ原宿さんです。ラフォーレ原宿さん言ってくれましたか。ありがとう、言ってくれた人。結構ね、こう東京以外だとなかなか行けないと思うんですけど、そう、私たちもポップアップに行って、ポップアップで私たちもあのグッズをゲットしました。サインね、トートバッグ売り切れだったよね。だって私たちがラフォーレ行った時すでに売り切れで、もう販売してなかったのよ。結構早かったよね。だからね、行ったけどなかったよって人はごめんなさい。なんか受注販売みたいなのがあるところとないところがあって、多分もうないんだと思うんですよ。だからごめんね。でも私たちがいっぱいいて、ラフォーレ原宿に、ええすごいってなってた。嬉しかった。でなんかなんだっけ、スリッパとヘアバンドをゲットしました。伝わりましたか？スリッパね、言い方間違ってそう。あれはなんて言うんだ、ルームシューズか、ルームシューズとヘアバンド、ピンクの可愛すぎをゲットしました。あと開店前にお邪魔したんですけど、イコラブちゃんがコラボさせていただいてる店舗に回って、さあちょっとお洋服がもう可愛すぎて、え、やばい、めっちゃ買いたいって思ったの。え、ねえ、全店舗でお洋服めっちゃ買いたいって思って、だけど心を鬼にして、今はダメ、今はそういう時間じゃないって思ってたんだけど、最後ちょっとだけ時間ができたのね。それでよし、これだけ買おう、これだけは買おうと思って、あの昨日ツイッ、あ、X に載せたあのエブリンさんで、あのトップスを買いました。わあ、中吉いっぱい、ありがとう。そう、みんなもラフォーレ原宿さん行ってくれてありがとうございました。あっという間だったね、本当に。でもすごく幸せな期間だった、夢みたいだった。ひとみちゃんは大吉だよ、だって、ありがとう。さあとか、ネットで事前にゲットしてくれてた子もいたよね、とうとう、ありがとう。今着てるのは去年プレゼントでいただいた、どこのだっけ、わかんない、ヘザーだ、ヘザーだった、去年プレゼントでいただいたヘザーのニットです。
じゃん。あ、いた、くれた子、教えてくれた。みえちゃんありがとう。ヘザーだった、かわいい、かわいいんだよ、すごく大きいシルエットで。ネックレスはあの指原さんがくださったイニシャルのネックレスです。ラフォーレの時に着てたコートは分かりません、なんかゾゾタウンで買いました。なんかとにかく何でもよくて、本当に早くコートが欲しくて寒くて、もうマジで何でもいいから買ったコートだから、え、ブランド分かんないですね。なんかゾゾタウンの、でもなんかめっちゃ高いわけじゃない、本当にもうあんまり高いお洋服自分で買わないので。でもあのコート可愛いよね、めっちゃ。あのここで首を折れても立てても使えるコートが好きで、あれにしました、うん、プレゼントありがとう。もうめちゃめちゃプレゼント届いてると思う。まだ行ってない、取りに行ってないんだけど、もうすぐ行けるかなと思ってて、誕生日なので皆さんがプレゼント送ったよ報告をしてくださって嬉しいです。ありがとうございます。本当に絶対に来ますよ、もう大事にさせていただきます。皆様からのプレゼントはなんかお話し会とかで着る時もあれば、でもまあほぼ、うん、プライベートで着てる。もうめっちゃもうプライベート全部ファンの方からいただくありがとう、感謝うん、待ってる、お待ちしてます、ありがとう。いや最近はちょっと多分事務所に届く量が多すぎて、今までよりも頻度が、確認の頻度が減っちゃってると思うので、こう運営さんができる限りやってくださってるんですけど、ちょっと遅いですねペースは。だからゆっくり待っていただければと思います、お願いします。何ヶ月後とかかな、でももらったらすぐに着用しています普段は、はい、ありがとう。いっぱいいろんなの、なんだろうな、めっちゃいろんなの届きます、服以外でも。お洋服本当にすごくて、でも大丈夫です、あのクローゼットプラス自分の部屋にハンガーラックを置き始めたので、ちょっとでもね今も結構もうギリなんですけど、まだいけますまだいけます。お洋服以外だとヘアアクセとかピアスとかネックレスとかハンカチとかいただきますね。そう、一時期本当にありすぎて、みんなの気持ちが嬉しいよって言ったんですけど、そしたらあの何も届かなくなって何も届かなくなって、あれ、みんなちゃんと私の話を聞いてくれたんだ事件があったんですけどそう、ありがとう。でももうあのお待ちしております、たくさんいただけて嬉しいですそうそうそう、そうよ、懐かしくない？その話。
そう、来ないと来ないで悲しかったの。なんか程よく届くかなとか思ってたらゼロだった。手紙もちろん読んでます。ただプレゼントを送ってくれる人はそのプレゼントの袋の中に手紙を入れてくれないと、ま、絶対100億パーバラバラになっちゃうの、手紙とその手紙と服が。だからピアスとかでもこう適当な袋に入れて、でピアスとお手紙で一緒に閉じてくれたら完璧なんです。そう、なんかね、たまにバラバラになってることがあって。そうなの。でも一緒にしてくれたりする時もあるのかも、運営さんが。そう、私写真撮ってるんだ、プレゼントと手紙、みんなからもらったやつ。うん、タグ付き大丈夫だと思う。ラッピングされそのままなのかな、わかんない、わかんないよ。なんかどういう風に仕組まれてるの、仕組まれてるとか言い方、なんて言えばいいの、どういう風に確認してるのかわかんないけど、でもなんか、でも基本一緒に届くんだけどね、一緒にお手紙とお洋服とかお手紙とか。字汚くてごめん。気にしないです。字汚くてごめん、全然。お気持ちが嬉しいです。手作り品ね、入れたらダメなの。そうなの、手作りね、手作りダメなの。寂しいよね。名前書いてあるよ、いつもみんな。本名がダメなのかな、本名書いてる子いないわ。あ、そうだ、あだ名だ、確かに。あだ名、そうだ、あだ名だったら大丈夫。ありがとう。アカウント名ダメだ、そうだ、それだ、そうだ、そうだ。手紙にもさ、ツイッターのアカウント名書いてくれる子いるじゃん、いっつも黒で塗りつぶされてるよ。別にさ、あと手紙読んだらさ、あ、この子ね、うん、X わかるよっていう気持ちだから。もうすごいの、もうこうやってもわからないぐらい、こうやってくる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 ってアカウント名塗りつぶされてるから、あ、書かなくて大丈夫だよ、ちゃんとわかってるから、みんなのアカウント。マジで本当に上手なの、黒で塗りつぶす人やばいよ。あとたまに手紙読んでて文章が塗りつぶされてる子がいるんだけど、マジ何書いてんの、マジで何書いてんの、超気になる、マジで何書いてんの。だからこうやって頑張ってこうやって見てももうその人の技がすごすぎて見えないんだ。やばいよね、たまにあるから気になるよね、気になるよね。そう
そう、ちゃんと確認してくださっています。あ、だから1回開けてるってことだよね。届いたら1回開けて、で、じゃあスターさんが袋に入れて手紙も一緒に入れてくれてるのかね。え、大変ですよね。大変な作業なんです。塗りつぶし職人、私もやってみたい、塗りつぶし。あ、そう、 黒塗りして私の手元に来ます。ただあのこっちのモヤモヤが募るだけなんで、あのできればこう塗りつぶされないような内容にしていただけると嬉しいです。頼みます。そう。でも嬉しいよね、本当、手紙とかすっごい嬉しいです。アカウント名、だからアットマーク何々のツイッターのアカウント名がダメで、例えばアカウントを瞳だったら瞳、だから私のアットマーク高松瞳が NG で、高松あ瞳だったら OK みたいな感じ。あとは瞳の何々ちゃんとかも OK、 とか何々何々ちゃんとかも OK。 やばいよね。そう、だから今こうやってみんながショールームで登録してくれてるこの名前は大丈夫です。男が送っても大丈夫に決まってんじゃん。待ってるよ。ニックネームイコール本名、確かに。え、でもね、あーあー、ダメかもね、わかんない。ちょっと変えようじゃ、名前だけ教えて。え、あ、そういうこと？大丈夫、あのフルネームじゃなかったら大丈夫です。あの普通に瞳で漢字、漢字の瞳で大丈夫。高松瞳だったらダメなのかな、わかんない、難しいよね本当にね。よし、じゃあ、あと何話してないのかな。カラオケしようと思ってる、今日カラオケしよう。事務所に送ってくれれば届きますね。新高校選挙楽しみ、マジで。お正月寝てた、カラコンしてない、裸眼、マジで毎日寝てた。毎日寝てた、昼夜逆転した。寝てた、いっぱい食べた。え、今年いっぱいいろんな行きたいところあります。お餅めっちゃ食べたんですよね。でも揚げ餅しか食べてなくて、お餅を油で揚げるんですよ、揚げ餅。本当に美味しくてやばいよ。は食べて、お雑煮食べて、いくら丼食べた。
っぱい食べた。なんかもう何食べたか覚えてないぐらい食べまくり。揚げ餅食べたことない？食べてほしい。サイン会待ってるよ。ありがとう。会えるの。あとはなんだ、何が聞きたい。昼夜逆転したっていうのは本当しんどかったので、こう取り戻すまでにもう絶対逆転しないぞという気持ちです。イコノイジョイパズルやってます。でもゲームが苦手で何もできませんから、私のファンの人のランキングとかを見て喜んでます。あ、この人だとか見てます。あ、そう、イコノジーチャンネル最高だった、ありがとうございます。女子会あの後編をね出るので、それが出たらまたお話ししようかな。このイジョイパズルはキラリおしまいにしました。なんか本当に迷って、ちょっと待ってこんなの決められないよって思って、ちょ最初自分にしようかなって思ったの。マジで自分にしようと思ったけど、本当にそれはちょっとやばいかもって思ってキラリにした。10位以内だったけど落ちちゃった。あ、うん、そう、やっぱ推しがいっぱいいるので、そう、ひとみちゃん一択ありがとう。ありがとう。そう、何人かでめちゃめちゃ悩んだ。うん、当たり前に迷ったやん。瞳のスキル弱くて辛いだって、悲しいこと言わないでよ。ごめんね、私が弱くて貢献できなくてごめん。もうやめていいよ。もうやめていいから、やらなくていいよ。めっちゃ前に撮影したのよあれ。だからちょっと新美女で撮りたいな、今新しい美女を撮りたいです。あのでちょっと結構美女が前の美女なので、1年以上前、それは嘘なのではないでしょうか。わかんない、そんな前ではない、ないのでは。成人式やった、おめでとう。大声パワーで全消しあったらいいね。頑張ってください皆さん、これからも。私も少しずつ絶対に上手くなるから、絶対に5個にならないと消さない。3つや4つじゃダメ、5個にならないと消さないっていう方法でやって頑張ってるから。歌おう。今何時？4時41分、いい感じの時間だね。
コンボつなげた方がいいから4個ずつ消す方がいいだって。何、今までだから点数が上がらなかったのか。5個に頼りすぎていった。じゃあ次は全部4でやってみようかな。あと貯めて貯めて貯めて一気に消すてか一生一個の異常パズルの話しちゃいそう。ヒロインズヒロインズヒロインズ一人で歌うの。やだ。どうしようみんな歌ってる？嘘。でもさ、多分だけど一番みんながモノマネして楽しいところって知らんけど私の大声じゃないのだから別にモノマネも何もないんだけど、どれだけさうるさく言えるかじゃないの私のところをでっけえ声で歌うかだよね。だから別に何の面白みもないけどね、そうでしょ、分かってんの分かってんの、私は知ってんだからフフフ、声大きい、気をつける。じゃあイヤホンにする。いや久しぶりにカラオケするんだけど、みんなを照らすよ。一回めっちゃちっちゃい声でなんかやってみようかな。どっかのライブとかでヒロインズ披露することがあったら急に高松ひとみみんなを照らすよ誰も喜ばないんだが、何にしよう。みんながさカラオケとかでどういう風にヒロインズ歌ってる気になる。気になります。カラオケでマジで今だったら私ダントツで盛り上がる曲っつったらもうヒロインズ 100% ヒロインズ。じゃあ何が入ってるか見る。高松さん上品だって言ってた。え、ゲッターズさんがそれ去年も言われたかも。高松さんは上品って。だからみんな私上品なんだってね。上品なの。だから上品、上品で愛、愛だから上品で愛な女の子なのえ、何、上品で愛な女の子じゃん私。そう、しとやかなんだよ。え、そうなんだよ、知らなかったの。よろしく頼むで、ほんまと、一つ最近ハマってる曲がある。一つではないけど、
え、入ってないんだけど。ありゃ。あ、入ってなかった。どうしよう。ね、私さ、オフショルニット覚えてくるとか言ってたよね。やばい、覚えてないや。イコラブか、のいみちゃんか、ジョイちゃんか、48さんの曲か、46さんの曲ですね。はい、マシュマロフロートとオフショルニット覚えてくるって言いましたよね。あれウルトラレアキッス、あ、入ってないのか、入ってないのかも。桜坂さん偶然、わかんない。キュルちゃんもダメ。最近そうハマってる曲があって早く歌えよって。最近アンジュルムさんのレッドラインって曲にめっちゃハマってて、本当に毎日聴いてるんだけど、マジでアンジュルムさんのレッドライン聞いたことない人はあの YouTube で載ってるので、本当に聞いてください。マジでやばい。私もレッドライン歌いたい、パフォーマンスしたいぐらいかっこいいです。本当にやばいの、本当にマジかっこいい。初めて A to G 気づいた。やばい、10時になる？何にするか迷ってる。早く歌えよだよね。待って、ミラーボールにせかされている。ミチプの曲は歌ったらダメな。そう、こうやって時間が遅くなっていくんだよ、いつも。よく知ってるね。よく知ってるじゃん。ミラーボール切れちゃうね、ごめんね。そうだよね。え、何にしよう。夏の曲。あと20秒しかないよ。せかさないで、やだー、冬の曲にしよう。冬の曲。冬の曲ってなーに？冬の曲ってなーに？それでも好きだよ。嘘つき。待って、のゆみちゃんの曲もう一回見てみるね、じゃあ。え、なんかさ、少なくない？なんか追加されてない。あ、間
違えちゃった。あ、マシュマロフロート入ってる。あ、でも歌えないの、ごめん、わかんなくて。え、待って、え、8分になってる、え、8分になってるんだけど、8分になってる。早く選べ、早く選べって、マジでごめん、許して。今ね、みんなの曲見てる、何が入ってるかなーって。ハート型ウイルス、ハート型ウイルスいいよ、ハート型ウイルスにしよう。じゃあ歌えるかわかんない、歌わずに話すでもいいよ。だってここまで来て優しいね、優しいね、ありがとう。ハート型、私これさ、イベントでやったことあるの知ってる人いる？銀河劇場の公演でハート型ウイルス歌ったことあるの知ってる人いる？やったのよ、ナータンとミリナと私でハート型ウイルスやったんだよ、むっちゃ前に。知ってる？やば。え、待って、どうしよう。そうだ、セリフあるんだ、切っちゃおう切っちゃおうなんでやねんやだもん、今はやらないはい、次何がいい、次何がいいの。乃木坂さんだったら昔のだったら歌える、 AKB さんも昔のだったら歌える何だっけ、セリフもうちょっとあんま覚えてないんだ
やばい、足が痛い。みんなやっぱさ、人気な曲が好きだよね。当たり前だから人気なんだけど。だからっつって入ってなかったか。うん、みんなが知ってる曲。光と影の日、わかんない。うわ、12月のカンガルーって、すす、12月のカンガルーだけ歌える。あと3分で10時だって。ごめん、ちょっともうちょっとやろう。てかさ、このまま歌っても聞こえるよね。じゃあこれで歌おう。超孤独ライオン、あざとかわいいってどの曲だっけ。あ、どうしよう、やだ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 。決められない。決めてきたのに入ってなかったから。やだ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 。やっぱヒロインズ。やだやだ。オッケー、じゃあ食ってやるね。でもこれ別にこうやってても表示されないよね。ピーちゃんって人誰？君夢ってなんだ？あ、ジョイちゃんだ。じゃあそうする。え、歌えなかったらごめん。でもイコノイジョイでやったよね。私これこの間歌ったっけ。1番までね。やばい、これいきなり始まるやつ。
でびっくりしちゃう、本当にいい曲すぎ、いい曲すぎてびっくりしちゃう。今日も君の夢を見たら、ラン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 ナナナナ、イエーイイエーイ。足が痛い、足が痛い、足が痛い。ちょっとこっち向きで配信してもいい？足が痛いから。よいしょ。秘密インシデント、フラジール、秘密インシデントってどんな始まりだったっけ。入ってないんじゃない？あ、ありました。ヒロインズあ、高そうかも、ちょっと高そうかも。カメオ、ラストノートって入ってんの？フラジール、入ってんだ。え、じゃあラストノートにしようよ。全然歌えないけど、ちょっと今の。あ、そうなの。あ、空白の花は入ってなさそうでした。ってない、あるじゃん。あった。え、え、待って、歌えない、歌えないけど歌おうかな。歌えないけど歌うえ、空白の花入ってる、ごめんえ、ラストノートやば、好きだよこの曲。でも歌えないけどね。ちっちゃい声で歌ってみる。え、すごいね。やばい、待って、もう一回やる。やだ、え、今鳴った？やだ、これどうやって巻き戻すの？すごい、こんなに音ちっちゃい中キアラちゃんはできててすごい。ちょっと音大きくするね。あ、ちっちゃくなってた。オッケーオッケー聞いた聞いた、私のためじゃない、香水は
知らないままでいい。うん。キャちゃんってすごいんだな。ラストノートマジでいい曲だよね。いい曲、曲調が好き。何時になっちゃったの？何時になっちゃ、え？ 10時11分？やだ、遅くなっちゃった。よし、じゃあ空白の花の部分、ほんとにタワー当ててくれた人ごめんなさい。これ終わったら絶対に絶対に絶対に読む。あれ、私のショールームってさ、いつもさ終わらないよね。え、ないよ、ない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 の。私アップデートしてないのかな。空白の花入ってないよ。あ、待って、ノエミ名義で入ってないってこと。富田七香、富田七香名義で入ってんだけど。なるほど、なるほど。かっこいいね。
人がいたんです。5月の風が吹く頃だった。好きな人だったんです。斜め前の席の君が、距離は近くなることもなく、背中も見えない恋でした。思うだけ、見てるだけ、それでよかった。この恋が花だったら、学名すらないでしょう。気づかれず、見つからずに、そっと咲いて枯れるだけ、空白の花。好きな人がいたんです。友達にさえ言えなかったけど、好きな人だったんです。笑った顔を見た日から、私だけのプレイリストは君の好きな曲ばかりで、聞くたびに深くなる勝手な気持ち。欲のない花だったら、もっと強く咲いたでしょう。月曜日も長く感じる授業だってね、全てが好きでした。光ささない雨の日でも、君の隣のあの子だけが眩しく輝いてた。ないでしょう。もう少し綺麗だったら、誰かきっと気づいてた。空白の花。曲すぎて辛い、マジで。この曲本当に本当にマジで辛い。わーはー、だからさ、だから、はい、わかりました、わかりました。だから、んんーとか、ぼーはーとかね、私別にさ、そういうスキルなんてないからさ、そういうのが難しいんだ私にとって。今日分かったこと、今日分かったことやで。うーん。
ありがとう聞いてくれて。私の自己満マジで。カラオケって今のはこうみんなに今日聴いてほしい曲が決まってたんだけど、それがなかったから自己満で歌った。ありがとう聞いてくれて。全部楽しかった、全部楽しかった。ラストの私か知らないままでいい。力強さが必要なものしかできない。薄い声できない。マジでキャーちゃんすごくね。うーん、細い声できない。ぐらい出したい。え、夢に出てきそう。やめて、そんなやばい。え、そんなやばい。待って。え、そんなやばい。やめて。すごい、今日みんなをいっぱい怖がらせてるっぽいわ。ごめん。え、そんなかな。夢出てくる？ごめん、許して。今日歌いたかった曲は初恋カムバックです。大好きなの。初恋カムバックが大好きすぎて、入ってるかなって思ったら入ってなかったです。初恋カムバックが入ったら教えてください。ショールームやります。初恋カムバックってことか。マジであの曲好きすぎてえぐい。とみんなに聞いてほしいアンジュルムさんのレッドライン、レッドライン聞いてください。超えてレッドライン、傷つけたいの I do やばいよ。本当にかっこいい。本当にやばいの。本当にレッドラインマジでいいから聞いて。本当にお願い。ちょっとだけ歌を歌いたいから。バカになってもいいのかしら、あっちこっち暗中、次のバスで来るの、やっぱちょっと帰りたい。あって曲本当にいいの。絶対聞いてよ。本当に絶対聞いて。私が今一番ハマってる曲。聞いたことあるかも。結構2ヶ月ぐらい前、1、2ヶ月ぐらい前に出てる。やばい、2時間になる。やりすぎ。やりすぎショールーム。お誕生日ショールームなんですけど、20日にやりたいと思います。1月20日はお話し会があるんですけど、お話し会が5分まで、ありがたいことにあるんですけど、それからやるので遅いです。でもちょっと20日にやります。そう、土曜日なのだから、その日にやるね。だからお願いします。まあでも見れない人は今見れてるでしょ、今ここにいるってことは。だから大丈夫。え、イコラブ愛あるの？待って、あ、え？そっか。今日もね、イコラブ愛あるんだよ。今日は地上波でイコラブ愛あるの。マジで見てほしい。見てくれると思うけど。
見て見て、じゃあでもまあできるね、20日に。でもあのこれが一応月一配信とさせていただ いただいて、お誕生日配信は本当にそんな長くはいつもやっていないので、パッと終わり。え、でもさ、ちょっと待ってちょっと待って、え、どうしよう。9時から再放送ありそうだよね、いつもの流れ。9時再放送して10時から新作だよね。いつもそうだね。23時から1時間やろうかな。そしたら1月20日の23時から23時から1時間やります。21日もお話し会だから23時からやってもみんな見てくれるのかしら。寝落ちしていいよ、寝落ちしていいよ、もちろん寝落ち配信にするね。私が一言も絶対大きい声出さないから安心して。安心してほしいんだけど、マジで愛だから私、マジで安心して。マジで安心して。見てね、1月20日の23時から見てね。よし、じゃあここからはランキングを読むので、はい、ありがとうございました。皆さん今日の配信も、すごい大きい音鳴った、エアコンが怖っ、なんか悲鳴を上げてるかも、キロ怖いから。またね、ありがとう、ありがとうね。エアコン、え、ため息、エアコンため息つくことあんの。え、じゃあエアコンに今ため息つかれた。めっちゃ大きいこと、大きい音鳴って今びっくりした、本当に怖っ。ありがとう、来てくれて。またね、今年も月1やるので見てください。うんうんって言うからいけないの、ごめんごめん。よし、じゃあ読んでいこうか。ごめんなさい、本当に遅くなりました。こんなにたくさんターンを投げてくださった方がいるなんてびっくりしています。今年もありがとう、本当にあのお気持ちが嬉しいので、あの全然あの本当無理せず、こうありがとう気持ちをいつも受け取っています。でも基本みんないつもお話し会で投げるよって言ってくれて、ありがとうみんな。よし、じゃあ読んでいく。バカになってもいいのかしら、あっちこっちやんちゅう、月のバスで来るの、やっぱちょっと帰りたい。あ、本当にレッドライン頭から離れない。え、するよ、するの。約束したじゃん、先月約束したじゃん。今から説明するからちょっと聞いて。3連単するんですけど、もう今日はもう大荒れにしたいの。
だから1とか3とか関係なく、もう大荒れにしたいの。大荒れにしたいから、絶対に普通のやつ投げないで。1とか瞳とかいらない。13、まあ、何番までにしようか迷ってるんだけど、だから絶対予想できないようなやつにして。大穴レースにしたい。今日は何日ですか？9日だから9までにする。だから9とか投げたら本当終わり、終わりの始まり。ここで運試ししましょう。今日のこの大穴レースで今年の運勢が決まります。だからこれで当たった人がいたら褒めたたえてあげる、私が。褒めたたえてあげるからちょっと待ってな。よし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 。はい、じゃあごめんなさい、読みますね。読みますね。じゃあコメントを一旦止めていただいて、壇上にみんないてくれてありがとう。タワー読んでいきます。コメントをください。かのんちゃんありがとう。私も今日も大好きだよ、ありがとう。今年もいっぱいお話できるかな、楽しみにしてるね。今日もありがとう、かのんちゃん。あ、ともかちゃんありがとう。え、ねえ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 、楽しみにしてる。絶対てか絶対に、あの大丈夫、前だから。あと、じゃあ逆に楽しみにしててね。昨日もいっぱい話して嬉しかったよ、ともかちゃん。今日もありがとう、いっぱいコメントもしてくれてありがとうね。りかちゃんはてな投げてくれてたの見た、ありがとうね。ありがとう、昨日の話し会でのりかちゃんと、なになになに、そんな、その続きなに。え、待って、途中で送っちゃった、わかった、じゃあまた待ってるね。うん、ありがとう。いくっち初と、え、初と、ありがとう。今年はたくさん会いに行く、待ってるよ、大好き、ありがとう。いくっち、ありがとうね、めっちゃ嬉しいです。初とはありがとう、いくっち。まみちゃんありがとう、今年もよろしくね。対面会えるの楽しみにしてるよ、私も。今日いっぱいコメントしてくれてるの見えてた、ありがとうね。まみちゃん今年もよろしくね。Thank you。 みえちゃんありがとう。みえちゃんこれもありがとうね、ずっと大事に来てる。あとなんか新しいのも送ってくれたって言ってたから、それも楽しみにしてるね。ピューロやばいね、ほんまやばいから会えるの楽しみ。今年もよろしくね、みえちゃん。起きて偉いよ、昨日も起きて偉かった、ありがとう。みえちゃん、あ、猫好きみーさん、あ、突出したわって言うのこれ、ありがとう。あれ、え、オンライン5分、え、待って待って、もう無理だよ。もう無理だよ。でもどこかでぜひご挨拶したい、猫好き B さん、今年もよろしくね。 INFJ の、え、このさ、なんとかの A って何なんだろう、ちょっと今度話そう。今年もよろしく、タワーもありがとうね。まゆかちゃんありがとう、タワー投げてよ、ね、こちらこそありがとう、また会えるの楽しみだね、嬉しい。まゆかちゃん成人も本当におめでとう、見たよ。まゆかちゃん嬉しい、今年もよろしく、いっぱい楽しみにしてる、 Thank you。 ドライくんだ、ありがとう。え、本当？めっちゃ嬉しいよ、ありがとう。送ってくれたら教えて、超楽しみにしてる。ドライくん今年もよろしくね、いつもありがとう、嬉しい。モンモンありがとう、サイン、あ、サイン会ありがとう、ツーショット、お、え、マジやばくない？超楽しみにしてるね。モンモンですって教えてください、来たら。僕が、私？モンモンですって教えてください。ありがとう、モンモン。ねえ、ひとみん、何本投げたか忘れたって怖いこと言ってる。ありがとう、今年もよろしくね。毎年ありがとう。
今年はひとみんで行くのかな、ひとみんで行くの、なんか団子ちゃんだったりしたよね、ありがとうまた話せたらいいな、ありがとうね。みさきちゃん人生初と、ありがとう、今日の人たちのデートことが、嬉しい、待ってる、みさきちゃんいっぱい会おうね、嬉しいよ、ありがとう、初タオをいただきました、みさきちゃんの、ありがとうね、みさきちゃん今年もよろしくね、楽しみにしてます、りょうぴーありがとう、あ、ねえやば、サンリオ楽しもう一緒に、超楽しみにしている、期待しててください、マジで期待しててください、頑張りますりょうぴー今年もよろしくね、いつもありがとう、今日もありがとうね、クロちゃんありがとう、見たよそれ昨日の送ってくれたね、なんかリアルで受けたなんか可愛いって思った、だからこれからも何でも送って楽しみにしてるからクロちゃん今年もよろしくね、今日もありがとう、うん、次、あ、ミニタコちゃんありがとう、私が真のあえ、え ISFJ、 ひとみさんは E に戻ってください、ひどいこと言われたんだけどちょっと待って、すみませんけど、ミニタコちゃんも E っぽいですけど、人のこと言えないかもなんですけど、あなたも E っぽいですよ、なんで私が戻らなきゃいけないんですか、一緒に迎え入れてくださいみんなこちゃん今年もよろしくね、いっぱい、またじゃあまた一つ新しいこと知れたから、今年もたくさん新しいことを知りたいと思います、ありがとうミニタコちゃん、たくやくんありがとう、レポっていきましょう、楽しみにしてる、ね、これね、これ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 ちゃんと調べたずっとずっとラブ、ずっとラブだよありがとうね、たくやくん今年もよろしく、嬉しい、ドラミちゃんありがとう、太めのラストのえ、めっちゃ嫌なんだけど、太めのラストノートって単語めっちゃ嫌じゃないえ、めっちゃ嫌だ、ごめんね、え、違うよドラミちゃん、誤解しないで、別に太めじゃないよ、別に細めでもなく通常のラストノートだから、もう一回じゃあ今度ドラミちゃんに聞かせてあげるお話し会でドラミちゃん今年もよろしくね、話せるの楽しみにしてるよ、ありがとう、あつきちゃんありがとう、お話し会でいつもいいだなとか思われてた、指原さんと同じなんだろうえ、なつきちゃんはいい、いいですいいですよねえ今年もよろしくね、もう本当にめちゃめちゃ寒さ対策はバッチリだと思うけど、体調に気をつけて、今年も北海道に行けたらいいなと思っているよ、楽しみにしてて、なつきちゃん今日もありがとう、あなたはいいですしおんちゃんありがとう、こちらこそたくさん来てくれてありがとね、私も大好きでしおんちゃんありがとねしおんでこの間が空いてるのがポイント、しおんちゃん今日もありがとう、しおんちゃん嬉しい、大好き大好き大好き、りょうへいくんや、ありがとう、今日もやったわ、ありがとう、うん、わかった、祝われた、りょうへいくんにありがとう、とっても嬉しいですりょうへいくんまた話そうね、今年もよろしく、めっちゃ嬉しい、祝ってくれてありがとうね、また話そう、ゆうたありがとう、こちらこそありがとう、今度めちゃくちゃ、え、待ってるよ、やば、ゆうたからの手紙とかやばいんだけど、約束してならば、こう書いたということは絶対に送らなければならなくなった今君はえ、本当に本当に楽しみにしてる、今年もよろしく、今年も私たちのことをこうやって見届けててね頑張るからゆうたありがとうコタありがとう、話して嬉しかった、こちらこそ、待ってるね、大好き、何になってるんだろう、楽しみにしてるね今年もよろしくコタ、いつもありがとう、あーしげさんだ、ありがとう
だね。でも昨日も本当楽しかった、ありがとう来てくれて、今日もありがとう、コメントもしてくれて嬉しかったよ。今年もよろしくね、しげさん、月1ショールーム頑張るから見に来て、いっぱい。ありがとうしげさん、また話そうね、楽しみにしてるよ、ありがとう。次待って、うん、飲みます。やばい、もうなくなっちゃった。うん、やばい、全部戻っちゃったんだけど、最悪、全部戻っちゃったコメント。でももう終わりかな、みんなありがとう。え、待ってください、どこに行きましたか。ちょっと待って、熱、めっちゃ熱出ましたってコメント来てる。お大事にして、お大事にしてよ、熱出たら辛いよ。待って、瞳警察が入ります。うん。本当に投げてくれたかわからない。一応照らし合わせてるの、順位と。一旦飛ばそう、わからないから。でもみんなランキングに入ってる。滑り込めます。てかさ、投げてもさ読めこれてない人いそう、ごめんね、本当にごめん。戻る。ポンコツく、不器用ポンコツ、お待たせ。今年もヨロピク、年始食いすぎたんでタイム、え、いいよいいよ、痩せなくて。誕生日配信楽しみにしててね、ありがとう。ポンコツ今年もよろしく、本当に本当に。いいんだよ、私も食べ過ぎたんだから、お互い様、大丈夫、対面まで時間があるから自然と痩せていくから大丈夫。今年もよろしくね、あいむちゃん、ありがとう。こちらこそ昨日はありがとう。ねえ、見た、二人で行ってた、嬉しかったよ、美味しかったハンバーガー。また翔くんと行ったとこ二人で行ってみて、また乗せるね。私も楽しいよ、今年もいっぱいたくさんお祝い作ろうね、楽しみにしてる。アイムちゃん、ありがとう、今年もよろしくね。あ、クマくん、ありがとう。 ESFP エンターテイナー、え、意外も、すいませんけど逆に意外。逆に意外、スキーヤでピューロで青や
ピューロランドにはさ普通の服で来よっか。これはじゃあ私からの命令にする。ピューロランドは本当に白米くんの好きな服を着てきて、楽しみにしてるね。でこういつものイコラブのイベントとかだったらまたあれ着てきてね。ありがとう、楽しみにしてるー。るー。さあ長らく時間かかってすいません、今みんなを読んでます。いた、リカちゃん、改めてありがとう。アルバムの話できた。名前のノリカだと思われたかな。あいに、え、あー、え、ありがとう。そういうこと、ありがとう。ノリカちゃんだと思われた。リカちゃんありがとうね。てか改めって入れてくれてありがとう。嬉しい、いっぱい会おうね今年。リカちゃん、リカちゃんって言えばいいのこれから、リカちゃんって。ありがとう、楽しみにしてるね。さあ続いてラストぐらいかな。くまちゃん投げましただって、ありがとう。まやくまさんプレゼント大丈夫です、渡ります。だってこの間渡ったんだから大丈夫。ありがとうまやくまさん、今年もよろしくね。そして楽しみにしてるね、ワクワク。ありがとうワークマーにゃ。投げたねの言うと、ありがとういっぱい、ありがとう、頑張って応援してるからパズル。昨日も話して嬉しかったよ、いつもありがとうねねの言うと。またイベント来てね、待ってるね、ありがとう。千の千尋ちゃんありがとう、え嬉しい。でも昨日のでちゃんと覚えた、千尋ちゃんの顔をこうやって、オッケー、完璧に覚えたってなった。完璧に覚えた、怖いよ私。嬉しいよ、誕生日会してくれるの楽しみにしてるね、ありがとう千尋ちゃん。今年もでもいっぱい会おうね、ありがとう。イエー、もう滑り込めない、ごめんね。たまにドラえもんみたいな声になってた？ん？ん？みさちゃん？ありがとう、終わったかな、みんなも投票が終わったかしら。にゃん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 、オッケー。見るの遅くなっちゃったの、ごめんね。オッケー。天気何時、今何時、ていうか でもねランキングに入るはずなんだよ、わかんないから一旦やめとく、次読むね。じゃあそろそろ23時だって、怖っ。怖っ、そう読めてないんだけど、ランキングに入ってないの。この入ってる人たちなの、みんな私のここに入ってる人たちなんだ。だからなんか送って X かなんか、そう入るはずなんだよね。だからちょっと一旦やめとく、もし入ってたらあの次読む、ごめんね、ありがとう。8時35分から10時40分、
えぐすぎ、ありがとう、マジでびっくりした今時間に。今日は見てくれてありがとう。ランキング読もう、壇上だけ読むね。じゃあ13位ドライくん、12位黄色、あ黄色さん、待って読んでない、ありがとう、絶対投げてくれた黄色ありがとう。11位猫好き B さん、10位不況フォンカさん、9位ミニタクちゃん、8位カノンちゃん、7位シオンちゃん、6位タクヤくん、5位シゲさん、4位クッチー、3位リカちゃん、2位リョーピ、1位ヒトミンです、ありがとう。本当にごめん、マジで 長すぎ。次は1月20日の23時からちょいとだけやります、見てください見て、ちょっと待って、あのやる、これから9まで、人気なさそうな数字とか言ったら失礼だけど、なんだろう、8とか影に隠れそうじゃない？本当にみんなちゃんと人気なさそうなやつに投票してくれたかしら。8から始めちゃおう。8、6、5、8、6、5、8、6、5にする。なんか人気なさそうだから。7番人気そうだよね。なんかこうやって言って。8、6、5、1と3、あ、待って、確かに1と3逆に人気ないの、待って難しくなってきちゃった。そうだよ、みんなだって1と3投げてないよね。でもさ、でも人気なんだよ、そうやって言って。8、6、5にしよう、8、6、5にする8、6、5ってか8頭だったら私今年の運勢めっちゃいいかもしれない、マジでめっちゃいいかも。865にしよう。はい、終わります、投票を締め切ります。みんな当たったら教えて、後でスクショ送って、当たったよって、私がこうやって家ですごいって褒めたたえるから。865、終了します、せーの、無理しん、今一瞬の時言っちゃった、すごいすごいことが起きてる、やばい、大荒れレース、しかも8と6人気だし、8と6 3、4番人気でつら、あ、下からってことね、いわゆるです、これはオッズが低い順と見ています。今753、誰が当たんねん、誰が当たんねん、誰が当たんねんすぎるんだが、いい加減にして。7か、7なのか、7は当たったの、誰当たった人、753いないだろ、一人もいないんだ、一人もいない。じゃあみんなこっから上がるだけ、3連単当たりましたって、今日勝った、みんな当たんなかったの、一人だけ当たってる。だからこっから上がるだけ、うちら、よっしゃ、今年も頑張ろうぜ、マジで今年も一緒に楽しんでいこう。かすりもしなかったこちらの方、今年も頑張ろうっていう気合になりました。そう、伸びしろしかねえぜ伸びしろしかねえぜ。3連服許しません。このチャンネルは3連単しか受け付けていません。楽しいね、大荒れレースの方が楽しい、またやろうね。誕生日ショールームはあのこういうのもやらずに、あのありがとうだけを伝える配信にしますので、また2月にお会いしましょうはい、いや本当にいくらつくんだろうね、やばそう。おめでとう、当たったの、すごいって、
すごいっちゃ。それでは皆様本日も見ていただきありがとうございます。なんかマジで気がついたら2時間経っていました。2時間以上経っていました。怖いです。ではゆっくりお休みなさってください。次は1月20日なんですが、いろいろイベントも続きますし、来月からツアーが始まるので楽しんでいきましょう。2024年頑張ります。ありがとうございました。またね、またね。今日のこのショールームのポイントは、私が ISFJ っていうことだよ。忘れんといて。ほなほな、さいなら、また会いましょう。おやすみ。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。